関係者によりますと、福岡県が来月8日から配布する無料の抗原検査キットは、発熱などの症状がある40歳未満の県民が対象です。県が委託するキット配布・陽性者登録センターにインターネットなどで申し込むことで、自宅に送られ、自ら検査を行います。陽性となった場合はセンターに報告し、 常駐する医師が問診した上で保健所に届け出る仕組みとなっています感染者のおよそ6割を占める40歳未満の人たちに自分で検査をしてもらうことで検査の希望者が殺到している発熱外来の負担を軽減したい考えですまた現在73カ所ある休日に検診や診療を行う医療機関を100カ所程度増やすため県は協力金を支給する方針も固めました 対象となるのは、8月の休日、祝日とお盆期間に開設する医療機関です。県は、検査キットの配布にかかる費用と医療機関への協力金を合わせたおよそ9億7000万円の補正予算案を近く県議会に提出する方針です。